はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もテリーのワンダーランドプレイしていきます。さあ今回はですね、この前回作ったダークドレアムいますね。まあ今レベル1なんですけど、こいつをレベル上げていって、はい、いくつのレベルでステータスがマックスになるかちょっと試していきたいなと思います。多分ね、こいつ最強モンスターなんで、まあレベル99までには能力マックスになると思うんですよ。まあ能力マックスといってもね、攻撃守備でヒットポイントと MP は999になるんですけど、確か素早さは700ぐらいで、で賢さは500ぐらいかながマックスだと思うんですけど、はい、まあね、なってくれると思うんで、まあどれぐらい速くなるかですよね。僕の予想ではさすがに最強モンスターなんで、50、60ぐらいそれぐらいでね、ステータスマックスになってくれないかなと思ってるんですけど、まあでも70ぐらいかな。はい、まあそんな感じでね、そういうことを確認するために今回やっていきたいなと思います。で、相棒はね、このスラボー君で、ちょっとね、今持っている力の種をね、与えられるだけ与えて力の方はドーピングしたんですけど、それでもちょっと、はぐれメタル狩りできるか微妙なところですね。できればね、もう疾風好きでガンガンはぐれメタルを倒してやっていきたいんですけど、まあそれが無理でもマダンテで倒せるんでね、まあ頑張ってそこら辺はやっていきたいなと思います。はい、じゃあやっていきましょう。で、今回使う扉がこのゾーマの支配の扉だったかな。はい、ここでハグルメタルガンガン買っていきたいなと思います。はい、そして21階まで行かないといけないんですけど、もうルーラの杖を、今まで貯めてた分を放出して、はい、一気に21階まで行きたいなと。まあルーラの杖使えばこういう感じで楽勝で穴が見つかるんで、はい、じゃあガンガン行きます。はい、そして22階に来ました。ちょっとね、21階が承認フロアだったんで22階になったんですけど、まあ行けるところはね、自分で降りて、ルーラの杖もちょっと余りました。じゃあやっていきましょうか。まずは銀の盾ごと、これであとはハグレメタル待つだけですね。おー、出てきた。さあこれで命令させろにして、しっぷ突き、これが決まればいいんですけど、決まるかな。お、あ、大丈夫ですね。よし、じゃあこれでレベルが上がるはず。あとは本当にどうしようかな、普通に攻撃でいいかよしよしよし。お、ダメージ出るな、力の種のおかげで。あー、これ大防御こいつ大防御あるから、ちょっとよし。さあどれぐらい上がるかな。今までの魔王系とは多分違うと思うんですよね。まあスラボーのレベルが上がったんですけど、さあどうか。お、あ、やっぱ違う。あ、やっぱこいつ違うわ。あ、でも攻撃力がすげえ上がったな。あれ、あれ攻撃系なのか攻撃系。おーおお、来た来た。あれ守備怪しいな。いや、せめて15ぐらいで増えないと、レベル50とか60でマックスにはならなくない。あ、攻撃すげえ上がんな、こういう上がり方なんだ。へえ、全然覚えてない。あー、もう技がいっぱいだった。さあレベル8で、わあ、でも上がりは、でも本当に今までの魔王系で一番いいですね。これだけの上がりを見せたやつはなかなかいなかった。お、ちょっと怪しく早くも怪しくなってきたぞ。大丈夫か。さあレベル11で、いや、ちょっとこれ怪しいなこれまさか990いかないなんてことある？あんのかな？はい、今こんな感じでね。あ、でも、いや、どうなんだろう。言って10ずつぐらいしか上がってないかな、守備力とかは。はい、まあね、こんな感じで育てていって、まあ、ならないかも。なるかなって感じで、はい、やっていきたいなと思います。ひたすらレベル上げですね。それでは、やっていきます。
はい、そしてレベル50になりましたね。ここからはもうスラボーなしで、はい、単独でいきたいなと思います。もうねスラボーいなくても十分枯れると思うんで、そしてね何より経験値がねいっぱいもらえるんで一体の方が。で今こんな感じですね。やっぱりレベル50だとまだどうだろう、5部ぐらい6部ぐらいかな。攻撃力はねやっぱり上がっているんですけど、ちょっと守備力がどうだろう、素早さもね、多分素早さの方は700ぐらいなんで、はい、マックスがね大丈夫だと思うんですけど、ちょっと守備力が心配かな。ヒットポイントと MP はそのうち999いきそうですね。はい、じゃあこんな感じでまたやっていきたいなと思います。はい、ということでですね、ダークドラム99になりました。その結果がですね、はい、こちらとなっています。もうね、騙された。騙されたな、これ。いや、まさかね、このダークドラム最強モンスターですね。こいつがレベル99までいって、能力がカンストしないとは、はい、思いませんでした。で、最終的なことを言うと、まあ、守備力920で、素早さ794で賢さが803で攻撃とヒットポイントと MP は919。いや行きませんでしたね。いや途中のねもうレベル70ぐらいで、いやこいつ怪しいぞと思って思ってたんですよね。なんかいやこれぐらいだったらもう全然スライムでも上がるんですけどと思ってスライムじゃねえかと思って、能力の上がりが途中から、でも本当に行きませんでしたね。しかも最初の方に僕あの素早さは700ぐらいで賢さは500ぐらいで、ストップするって言ってたと思うんですけど、
まあそれも違ったっていうね。あれ何だったのかな。うん、過去の記憶では確か賢さ525ぐらいで、素早さも711ぐらいだった気がしたんですけど、まあね、それも全然違ったということで、もう途中から上がらないでくれとこっちに関しては思ってましたからね。賢さと素早さに関してはもう上がらないでと、ストップしてくださいと思ってたんですけど、まあ多分この感じだったら999まで行くんでしょうね。はい、ということでね、最強モンスターのダークドレアムでも、うん、まあレベル99まで行って能力はマックスにならないということですね。だからあと初期値が200ぐらい高くないとダメなのかな、この感じを見る限り。いやでもね、でも辛い。本当にね、まあね、最後の上がりがね、本当にスラボーレベルだったっていうのが、いやショックでしたね。ちなみにスラボーの方はレベル91で、はい、こんな感じで、まあなかなか強いなと。ねえ、あんまり、うん、でも確かにヒットポイントと MP と攻撃力に関してはレベルじゃないな、能力が1でも99にしたら999いくぐらいの上がりでしたね。本当にそこら辺の方は素晴らしかったというか、まあめちゃめちゃ上がりましたね。ただ守備、素早さ、賢さに関しては、うん、初期能力がないと999いかないということですね。はい、まあそれが分かっただけでもよかったかな。やっぱり過去の記憶がすごく美化されてて、うん、ダークドレアムっていうのは能力マックスに行くと思ったんですけど、そうではなかったという、はい、実験結果でした。いかがだったでしょうか。さて、あと次回はですね、このスラボーとドレアム連れて、まあモンスター爺さんに久しぶりのリベンジに行きたいなと思います。さすがに勝てると思うんですけど、うん、まあ今回みたいにね、思ったのと違う結果が出るかもしれないんですけど、次回はね、とりあえずこのスラボーとドレアムで、はい、最強の敵のモンスター爺さんと戦っていきたいなと思います。はい、それでは今回の動画はここで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役に繋がっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。